アメリカの保険会社大手 AIG が日本を中心に事業展開する3家の生命保険会社アリコを1兆4 0 0 0億円で売却すると発表しました AIG は金融危機による経営難から現在アメリカ政府の管理下に入っています今回のアリコ売却も公的資金返済のためでアメリカの政府大手メットライフへの売却額は155億ドル およそ1兆4 0億円に上ります。メットライフは今後、日本での業務拡大を狙うとみられます。今回の売却について、アリコジャパンは、顧客の契約の変更は一切ないので、安心していただきたいとコメントしています。